マンダン族の儀式、1835年頃、ホワイトクラウド、アイオワ族集長アイオーネタクワロン・ジョージ・カトリンは、アメリカ合衆国西部開拓時代の画家、著作家、旅行家であり、インディアンの肖像を好んで描いた。カトリンは、ペンシルベニア州ウィルクスバリで生まれた。ペンシルベニアで育つ間に、飼料、魚老及びインディアンの工芸品を探すことに、多くの時間を使った。 インディアンに見せられたことは母の影響であり、母は西部フロンティアの物語や幼い少女時代にどのようにインディアンに捕まったかをカトリンに語った。何年か後にフィラデルフィアから色鮮やかな衣装に身を包んだインディアン集団が現れ、カトリンに強い印象を残した。カトリンは短期間弁護士をした後、インディアンの絵画集2冊を制作し、来た。 中央及び南アメリカのインディアンの間を旅した時のことを記録した一連の本を出版した。フィラデルフィアでインディアンの代表団を訪問したことで火がついたアメリカの消えゆく民族に対する興味を主張しアメリカの先住民の外観や監修を記録することを始めた。カトリンは1830年にウィリアム・クラーク将軍がミシシッピ川上流のインディアン領地に 外交的任務で訪れたのに同行した時から、その旅を始めた。1830年から1836年の間に5回旅行し、最終的に50の部族を訪れたが、その間の基地はセントルイスになった。その2年後には、ミズーリ川をユニオントリデまで 3000km 以上遡り、比較的にヨーロッパ文明にまだ触れていないインディアンの間で数週間を過ごした。 この時は、南部では、ポーニー族、オマハ族、及びポンカ族、北部では、マンダン族、ヒダアッチャ族、シャイアン族、クロー族、アッシニボイン族及び、ブラックフット族など18部族を訪れた。そこは、フロンティアの先端であり、カトリンの生涯の中でも最も生き生きとした、洞察力のある、肖像画を描いた。あとに、アーカンザス側、 レッド側及びミシシッピ側に沿った旅やフロリダ州と古代古地方を訪れた結果、500以上の絵画を制作し、またかなりの工芸品を収集した。カトリンが1838年に東部に戻った時、これらの絵画や数多い工芸品をインディアンギャラリーとして集め、大衆への講義を始めたが、それがインディアンの間で過ごした時間の記憶を引き出すことになった。 そのインディアンギャラリーを運んで、ピッツバーグ、シンシナティ及びニューヨークのような主要都市を回った。その絵画を左右上下に並べ、いわゆるサロンスタイルにしたことで大きな効果があった。監修はカトリンのカタログに挙げられているフレームの番号でそれぞれの絵画を確認できた。その後まもなくその収集品をアメリカ合衆国政府に売るための生涯にわたる。 移動するインディアンギャラリーは財政的に健全にしておくために必要な資金を集められなかったし、連邦議会はその作品を買い上げてほしいという、請願を当初拒んだので、1839年には収集品を持って大西洋を渡り、ヨーロッパの首都を回った。工業史で起業家のカトリンは当初、ロンドン、ブリュッセル及びパリの観客をそのインディアンギャラリーに引き付けた。 フランスの批評家で詩人のシャルル・ボード・レールは、カトリンの絵画について、カトリン氏は、巧みな方法でこれら素晴らしい仲間の誇り、自由な性格及び気高い表情を捉えたと述べた。カトリンの夢は、その生涯の作品が無傷で保存されるように、そのインディアンギャラリーをアメリカ合衆国政府に売ることだった。ワシントン DC の様々な役人を説得しようという、試みを続けたが失敗した。 1852年には、個人的負債のためにこの時607点あった、絵画を含むインディアンギャラリーを売り払うしかなかった。工業資本家のジョセフ・ハリソンが絵画と工芸品を手に入れ、安全なところとして、フィラデルフィアの工場に保管した。カトリンは、生涯の残る20年間、その収集品を再生しようと努めた。この2回目の絵画の集積は、 彼が1830年代から書いた作品の線画に基づいていたためにカートゥーンコレクションとして知られている。1841年、カトリンは北アメリカインディアンの作法、監修及び状態と題する本を2巻で約300の版画を入れて刊行した。3年後にはカトリンの北アメリカインディアンのポートフォリオと題する25枚の図版を出版し、 1848年にはヨーロッパでの8年間の旅行と生活を出版した。1852年から1857年には南アメリカと中央アメリカを旅し、その後国西部への遠征のために戻った。これら後年の記録はロッキー山脈とアンデス山脈のインディアンの中で最後の商用とインディアンの中での私の生活に含まれている。 1872年、カトリンはスミソニアン博物館初代会長のジョセフ・ヘンリーの招きでワシントン DC に旅した。その年の暮れにニュージャージー州ジャージーシティで死ぬまで、カトリンはスミソニアンキャッスルのスタジオで働いた。ハリソンの未亡人が1879年に500点以上あった初代インディアンギャラリーをスミソニアン博物館に寄付した。 1830年代のカトリンが描いた初代インディアン・ニアラリーのほぼ完全に近い収集品は現在スミソニアン・アメリカ美術館の収集品となっている。約700点のスケッチはニューヨーク市のアメリカ自然史博物館に収められている。カトリンが行った観察のいくつかについてその正確さが問題にされてきた。例えばミネソタのパイプ石採石場を見た。 最初の白人であり、パイプ医師はカトリナイトと名付けられたと主張した。カトリンはその場所の様々な様相について誇張しており、その訪問時の誇らしげな証言が批評化をして、その採石場を調査した最初の白人という主張について論争を呼ぶことになった。カトリン以前に訪問した白人の記録としては、グロセリエトラディソン、ルイスヘネピン神父、ラホントン男爵などがあった。 ルイス・クラーク探検隊は1805年の日誌にパイプ石採石場に言及していた。毛皮公易業者フィランダー・プレスコット1831年にこの地域に関する証言を書いていた。多くの歴史家やカトリンの子孫はカトリンが二つの家族を持っていたと信じている。一つはアメリカ合衆国先海岸で認知していた家族だったがもう一つは インディアンの女性との間に始めた遥か西部での家族だった。ソム、ジョージ・キャトレンヒズ・インディアン・ギャラリー・ハット、パイプストーン・カウンティ・ヒストリー、ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズ・パイプストーン、ミネソタ・トラベル・アイティナーリー。ありがとうございます。